ナラトゥーは、パガン王朝の第五代の国王、第四代国王アラウンシードゥの子。資料によっては、エンドウシン、から、ジャミントも書かれる。ナラトゥーは、父のアラウンシードゥと、兄のミンチンソウを殺害して即位した。ナラトゥーの自責には、パガン最大の寺院である、ダマヤンジー寺院の建立が挙げられるが、彼の行動は、王朝の権威を大きく低下させ、評価は、 非常に低いものとなっている。ナラトゥーは、パガン王、アラウンシードゥーと王妃アダナボンの次男として生まれる。彼の母は、チャンシッターの宮廷で大臣を務めたドミキューンの娘にあたる。ビルマの年代記に記されている彼の青年と統治期間は一致しておらず、主要な4つの年代記に記されている年代を以下の表に示す。アラウンシードゥーの在住。 ナラトゥーの兄のミンチンソウが後継者に指名されていたが、ミンチンソウはアラウンシールーに疎まれて、マンダレー東部のツントオンプテに派遣される。ナラトゥーは王国の日常的な事務を処理して、アラウンシールーに好印象を与え、間もなくナラトゥーは宮廷の中で事実上の後継者となった。1167年にアラウンシールーは重病にかかり、ナラトゥーはアラウンシールーを シューエグジージー寺院に移すように命令した。寺に運ばれた父が意識を取り戻したことを知ると、身体極まった。彼は寺に赴き、自らの手で父を窒息死させた。ナラトゥーが政変を起こした直後に、ミンチンソウが軍を率いてバガンに侵攻し、ナラトゥーは大僧上のパンタグと協議して、ミンチンソウを大いにつけた。しかし、その夜に、ナラトゥーは、 ミンチンソーを毒殺して自ら王位につき、彼の背信行為に憤慨したバンタグは正論島に出奔した。1170年にナラトゥーは殺害されて生涯を終えるが、彼の殺害に直接関与した国家については諸説ある。ビルマシアのハーベイは、パガン王家についでいた娘を殺害されたパティカヤの王の報復とする説をとっている。 パティカヤオは8人の資格を送り込み、彼らはバラモンに扮して、ナラトゥーを視察したと伝えられている。ビルマシアの担当、ゴードン・ルースらは、年代記中ュラバムサの記述から、正論島の新ンハラ王朝の攻撃によって戦死したと推測し、攻撃事件をめぐっての対立が戦争の背景に存在したと推測した。1165年に、ナラトゥーが、 新原ハラ王朝の襲撃によって落命したルースの見解に対してビルマシアのハトンオングはルースの意見を単なる推測に過ぎないと強く否定しているダマヤンジー寺ジ院ナラトゥーが混流した代表的な寺院としてダマヤンジー寺ジ院がある即位の経緯から宮廷の人間はナラトゥーを忌避したがそれに対して妻であるパティカヤの王女などの周囲の人間を殺害し 僧侶を迫害した。自らの行為に後悔した、彼は、食材のために、ダマヤンジー寺院を混流したと伝えられている。しかし、工事は、父として、なかなか進まず、またナラトゥーがレンガとレンガの間に針が入るほどの隙間があるという理由で左官を処刑した噂も立った。完成した寺院について、ハーベイは、レンガの広報に見るべきものがあるが、同様の建築様式で作られた。 ああなんだ寺院とは逆に重く沈んだ雰囲気があると評している。ありがとうございます。